誰か、誰か助けてください。暗い、狭い、怖い、誰か。一部の光もない洞窟の中、冷たい岩肌に挟まれ2時間、暗闇はいつか死の影に変化を始めた。私の名前はエレン、26歳。ただいま、ゲイツも連れてきたよ。お帰りなさい、エレン。ゲイツくんもよく来た。子供はまだかい？もうお父さん、毎日してるからちょっと待ってて。旦那のゲイツと共に正月休みで実家に帰ってきた。1週間ほど休暇があるし、実家でのんびり過ごそうと思っていたんだが。おい、エレン、久しぶりにさ、ナティーパティ洞窟に行かねえか？うわぁ、懐かしいね、兄貴。兄貴が行ったのは山奥にある洞窟。くれぇ、怖ぇ。こっからは器具がないといけない。大人になったら来ようぜ。そういえば、あの奥行ったことがなかった。思い立ったが吉日、私たちは中学生ぶりにその洞窟へ。これが入り口？こんなに小さい穴だったっけ？入るかな？お前がでかくなったんだよ。30センチ以上は背が伸びただろう。くそ、羨ましいな。モデルだからね。私の身長は175センチ。兄さんより私の方が高い。この洞窟の奥にはまるで参道のように狭くて細い経路がある。あの時行けなかったそこへ行くのが今回の目的だ。これ本当に大丈夫かな？いやいや、ビビってんな。余裕っしょ。こんなのただのホラー穴だって。そう言うならエレンが先に行ってくれ。1時間ほど進むと、もう立っては進めないように。おい、エレン、先は大丈夫か？いや、結構きついわ。巨乳がこんなところで穴となるとは。でも楽しい。私は深呼吸をして、さらに体を薄くするようにした。しかしその数分後、やばば、事件は起きてしまった。L 字型の垂直に降りる道に差し掛かった時、ぐ動けない。ずり落ちた勢いで体ががっちり挟まり、ロックされてしまった。体が真っ逆さまで、どうしても力が入らない。この体勢超きつい。エレン、なんだこれ。おい、動けるか？後から来た兄さんが発見したのは、逆さまになった私の足。ダメだ、力がうまく入れられない。ちゃんと入れてよ。俺もこの体勢じゃお前を引っこ抜くのは無理だ。ちょっとレスキュー呼んでくる。兄さんは一旦引き返し、助けを呼びに行くことにした。暗い洞窟に一人取り残されると、急に恐怖が襲ってくる。え、なんだ、コウモリか。ヘッドライトだけじゃよく見えない。救助はまだか。どれほど時間は経ったのか。次第に不安は恐怖となって襲ってくる。そして1時間が経過した頃だった。もう限界。私は排泄の限界を超え、糞尿を漏らしてしまった。ぐ、やめろ。ぐわー。逆さまの体勢のせいで、糞尿はすべて自分の顔の方まで流れ、溺れそうだ。糞尿の匂いにつられて虫たちも集まってくる。いて、歯虫が顔に。むご、むご。なんでこんなことに、こんなとこ来るんじゃなかった。散々な目にあったせいで、もう心は折れる寸前だった。しかし、そんな私に光明が。エレンさん、意識はありますか？ああ、早く助けて。ようやくレスキュー隊員が助けにやってきてくれたんだ。レスキュー隊の通信機でゲイツとも会話ができた。エレン、大丈夫か？もう少しの辛抱だ。ああ、ありがとう。あなたを残していくわけないでしょ。心配しないで、あなたを愛してるよ。知らなかった。人はここまで不安な状況だと、死亡フラグのようなコメントをしてしまうんだな。足から点滴を打ってもらい、栄養補給、細い管を通して水分摂取した。ふぅ、助かった。状況が改善し始め、次第に生きる勇気が湧いてくる。そして救助方法の説明を教えられた。私の足にロープをくくりつけ、滑車に乗せて引っ張り上げるというやり方。これなら引っ張る力が確実に効くが、この装置の設置に24時間もかかってしまう。その設置が終わった時、逆さになった私の体力は限界ギリギリ。お願い、早く助けてください。私は衰弱していたが、なんとか意識を持ちこたえ、足から引っ張り上げられるのを耐えた。徐々に体が持ち上がり、引っ張られていく。やった、成功よ。これでクソな洞窟ともおさらばよ。だが、今までいたのは地獄の一丁目に過ぎなかった。突然の衝撃とともに、洞窟の奥へと真っ逆さまに体が落ちる。うわぁ、止めて。救出成功かと思ったのもつかの間、私は地獄へと再び連れ戻された。滑車が破損し、ロープが断線。ぐがぁ、頭から落下。いてて、て首を打った。う私は元の位置までずり落ち、さらに大怪我まで追加してしまった。もうダメ、私はここで死ぬんだ、終わりなんだ。何か他に作戦は？体力の消耗がひどい。足から鎮痛剤を打とう。待って、どうか諦めないで。地上も事態に騒然とする。
私は絶望し、泣き叫ぶのにも疲れ、鎮静剤の効果で意識が薄らいでいく。負けないで、あと少し。頑張れ。地上の人々は歌を歌って元気づけようとするが、もう子供魂しか残されていないことを悟る。逆さまの状態で27時間が経過。なんでこんな目に。心臓は正常に血液を送り出すことができなくなり、肺は機能停止。こんなところ来なきゃよかった。そして肺は止まり、私は窒息死した。死亡が報告された後、旦那は泣きわめいた。エレンの泣き殻をどうか助け出してください。残念ながらそれは難しいです。もうこの洞窟に入るのも厳しいのです。私の体は洞窟に放置され、1週間後、安全保全のためコンクリートで埋め立てられた。ナティパティ洞窟の休憩所には、私の追悼のための石碑が建てられた。エレン、どうか天国では安らかでいて。俺が誘わなければすまない。私は永遠に洞窟に閉じ込められることになってしまった。これは自然を舐めた私への罰だ。自然は容易に人が足を踏み入れていい場所なんかじゃないことを、いつの間にか私は忘れていたようだ。